こんにちは、ラクダ不動産の鈴木です。ラクダ不動産、北海道地域エージェントの橋本です。おそらく前回、私と、あと村田も交えて動画撮影させていただいて、あれから半年ぐらい経っているんですけれども、北海道市況どうなのかなみたいなところを発信できたらなということで、ちょっと本日はお話できたらと思いますので、よろしくお願いいたしまよろしす。くお願いいたします。早速なんですけど、前回、千歳っていうワードをすごい覚えていて、まあその半導体っていうワードもそうなんですけれども、まあそのあたりでもすごい北海道は来てますと。というところすごい記憶に残っていたんですけど、あれからどうでしょう、その北海道マーケットで、まあ、引き続きそれがなんか継続されているのかとか、もしくは新しい何かが出てきたみたいなところでいうと、今どんな状況になりますか？前回、鈴木さんがお話しいただいた通り、盛り上がりは依然、過熱というか、盛り上がりの状況は続いていますね。当然ながら前回もお話しした千歳市については、半導体工場の影響で、またそれに付随する会社さんがたくさん入られたりとか、で、年内に聞いた話では、かなりの数の移住者も見込まれているということなので、それに伴って、住宅の確保ですね。業者さん、各会社さんが従業者のために住宅の確保でしたり、土地の分譲というのがかなり始まっているようなイメージですね。そうすると、不動産って戸建てかマンションかみたいなお話になってくると思うんですけど、マンションが戸建てで言うと、戸建ての方が今盛り上がってる感じなんですか？そうですね。千歳市に関して言うとですね、戸建ての今、住宅建築ラッシュというか、相当数が分譲されていて、そこにもう新しくどんどん新築で建てられているような光景をよく目にします。そうなんですね。ちなみに東京都内ですと、いわゆる狭小住宅なんて呼ばれるものは、だいたい土地面積が40平米。まあ、なんで、坪で言うと12、3坪から。まあ、一般的な3階建てが、まあ、だいたい50平米、60平米、まあ、20坪ぐらいですね。まあ、2階建ての敷地がそこそこ広いですよっていうところが、まあ、100平米から120平米、まあ、30坪、40坪っていうところが、都内の戸建ての供給される土地の、面積の、指標としてよく見られるところではなるんですけど、北海道のその後のエリアって、まあ、だいたい平米もしくは坪数で言うと、どれくらいの規模の土地に建物が建つ形になるんですか？千歳になると、やっぱ都市計画域内になるので、当然だから憲兵率とかですね、あと場合によって、札幌は例に出すとですね、敷地の最低面積っていうのがあって、千歳の方はそこまで隔離としてはですね、札幌ほどではないにしても、大体ですね、坪数でいうと、やっぱりある程度余裕が持たせたエリアであれば、90坪ぐらいとか、大きいんですね、やっぱり。比較的やっぱゆとりを持ってですね、建てられている。ただ近年の新築ラッシュの分譲でいうと、もう少し狭くなっているというか、小さくコンパクトにして数を増やしているようなイメージですね。ということは、行政さんの方でも、ちょっとそこの規制を緩くするみたいな、そんな動きも出てたりしてるんですかね。そうですね、状況に応じてだとは思うんですけども、そのような動きもなくはないかなというところですね。60から70坪というと、そういうこと都内だともう2軒から3軒ぐらい経っちゃうんじゃないかっていうぐらい敷地そうなのですで そうすると、2階建てというよりかは平屋みたいなお住まいも結構多かったりするんですかね。そうですね、北海道は割と平屋のお宅は多いんですが、今新築で建てられているのは基本的にやっぱり2階建てが多くて、かつですね、やっぱり雪の関係でですね、しっかなりるとほしどたガレージカーポートを設置される方が多いので、その分の面積を確保して分譲しているのが多い傾向にあります。完全な興味本位の質問があるんですけど、東京ってそれこそ軒なし屋根みたいな、結構スタイリッシュでデザイン性にこだわった戸建てとか、近年よく目にするんですけれども、北海道となると雪あるじゃないですか。さすがにやっぱ屋根は皆さんこう、その軒なしみたいなことがほぼなくて、一般的な除雪しやすいような、そういった作りがやっぱり主流にはなってくるんですかね。郊外は間違いなく、やっぱり軒をしっかり作って、雪を下に敷地内に落雪されて、屋根に雪がたまらないようにっていうお宅が多いんですが、やっぱりどうしても札幌市とか千歳市を中心だったりとか、都市部になってくると、やっぱりその落雪の雪を落とせない、な要るはほどで敷地すね。にその分の余力がないので、基本的には小杉さんおっしゃってたような、軒なしのフラットの屋根、その代わり、例えばですけど、少し余裕のある方であれば、融雪できるよう電熱線を入れて溶かすような方策を取ったりとか、あとは基本的にあまりにもちょっと降るようであれば、タラップを登ってちょっと雪を下ろしたりとかっていうことが必要になってくる。ただどうしても雪を落とせないので、基本的にはフラットの屋根が近年は増えているやつ。ちなみに最近やっぱり2拠点生活だったり移住みたいなところで、東京から北海道に行きたいっていう方とかも結構私の周りでも耳にすることは増えてきてはいるんですけど、私ずっと東京に住んでて、逆に私からすると北海道に移住するとなると、さっきのその雪問題とか、あれちゃんとできんのかなとかってなった時に、熱で溶かすタイプのやつとかの物件だったら、なんとなく移住するにあたって踏み込みやすいというかっていうふうに感じるんですけど、最近の北海道の新築住宅って、その文化を知らないとか、
ちょっとその文化に対してちょっと怖いなっていう気持ちを持ってる消費者に対して特別な仕様とか最近見られる傾向みたいな、なんかそういったものってありますか？新しく最近まあ主流になってるとかっていうものは普段ないんですが、基本的にはあの都市部は南西、先ほどのお話の通り除雪だったりとか雪を置いておける除雪するエリアが敷地内のそういうスペースが少ないので、まあ、それについての工夫がまあそれぞれに行われてはいますね。で、札幌市はちょっと除雪に対して結構消極的というか。あ、そうなんですね。そうなんですよ。割と郊外の方がしっかり除雪をされていて、札幌市とかまあ千歳の中心部をですね、なかなかまあ除雪がつかないところがあるので、そういう部分ではまあお住まいにそれぞれなられている方の責任の中で除雪をしなければいけなくて、なので屋根の雪については先ほどのような形で電熱だったりとかですね、雪を溶かす仕組みがついているお宅はいいんですが、そうでない方の場合はあまりにも積もってしまった段階で、まあ、タラップを登って降ろされている方もよく見受けられます。なので大きななんか今風のそれに応じて何かこう仕組みが新しくできているっていうような印象ではないですね。でも今お話聞いてそのあたりのこう仕様というか、いわゆる北海道という文化を知っている方からこの物件はその電熱がとか、あとはさっきの坪数が広くて雪が落雪しても臨地にこう影響を及ぼしにくいとか、このあたりって北海道から北海道に移住の方はなんとなく多分皆さん分かってるかもしれないですけど、こっち側の人間はもう全然イメージ湧かないので、なんか今みたいなお話をこう移住している方がお話聞くとすごい一から学べるというか、すごい大切なことなんだなって、なんか東京ではあまり聞かない会話ではそうです個人的にはすごい勉強になりました。北海道やっぱりあの見えてない部分でそれを知らなかったなっていうこと結構多いですね、うん、ここ5年10年で建てられてる新築はまだあれなんですけど、もう少し古くなってくると屋根の素材だったりとか外壁の素材が少し旧タイプのものだったりすると、うん、結構な頻度で塗り替えだったり張り替えっていう必要性が出てきてまして、それだけでも意外と想定しなかった費用がかかってしまうので、それってでも目に見えてる部分では絶対分からなくて、それこそメーカーさんとか建て売り業者さん直接東京の人とか直接問い合わせをしちゃうと、そのあたりのメンテナンスコストとか東京基準で捉えちゃいますけど、確かに雪とかたくさん降って戸建てってその水が入り込むのが一番恐ろしいという中で、水に触れる機会が多い町ということであればなおさらメンテナンスはよりしっかりと見ないといけない中で、まあ、でもそれを変に他のエリアの戸建てよりも高くついちゃいますよなんて言ってしまうとお客さん問い逃がすリスクがあるんで、そこまでお話しいただける業者さんってなんかすごい希少ないい存在というか、エリアによってこう伝えるべきとこう入選順とかやっぱ変わってくるんだなってなんか今すごい感じましたね。そうですね、アナログなところが実は一番大事だったりとかってするので、そこはちょっと心がけてもらいます。ちなみにその戸建てのなんとなくのその価格帯で言うとどうでしょう、はい、まあ、エリアによってまちまちだと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、新築と中古の相場で言うと大体どんな形で今って推移してますか？まあ、新築で言うと、あ、その先ほどの千歳を例に出しますと、今あの住宅建築ラッシュでがバーッとこう新築が建ってらっしゃるところで言うと、まあ、ちょっと少し幅はあるにしても3000万円台前半からちょっと高いと4000万円台後半ぐらいまで、おおむね1000万円ぐらいの幅はあるんですが、そのぐらいの価格帯で新築が建てられているような印象です。で、反面ですね、中古の方もエリアにもよるんですが、そこまで資産価値っていうのが落ちないエリアもあったりとかして、だいたい築10年ぐらいで当時4500万ぐらいで買った物件がそのまま近い価格帯で中古で出されて、それでも制約されるっていうケースが結構あったりします。ただあのどうしてもエリアによってですね、大きく結果が分かれてくるような状況で、千歳市についてはもう今まさに喉から手が出るほど業者さんも含めて、その従業者も含めてですね、もし中古でいい物件があるのであれば欲しいという方が多いので、そういう意味では価格の下落というのがあまり今現在起きていない状況。そんな動きがあるからこそ冒頭の継続してその千歳盛り上がってますよというのは、やっぱりその業者さんだったりの買いとかがもうかなりこう見られるからっていうことなのかなと思うんですけど、さっきの価格帯だと都内でいうと東京だと大体葛飾江戸川足立区なんかも新築4000万台とかで流通をしているので、やはりそういった意味ではまあちょっと東京と北海道というで、まあさっきのメンテナンスのところとか、あとは土地の坪数とか、まあ、全然規模感は違うとはいえ都内と同等ぐらいの総額でいうと伸び方はしているっていうところはそういうものなんだなっていうのはなんかすごい勉強になったというか、ありがとうございます。ちなみに今戸建てのお話なんですけど、マンションどうでしょう？ちょっと最近マンションで盛り上がっているというか、ちょっと注目というか、ちょっと今話題に出てる北海道のマンションのマーケットに何かありますか？千歳を、まあ、あの今回のテーマであるので、まず先に千歳をテーマに出すと、戸建てがもうかなり増加している傾向ではあると思うんですが、マンションもこれ駅前ですね、千歳駅前にマンションが新たに建築されていたりとか、古いマンションを、まあ、改装して使
少しリノベーションされていたりとかっていうのが見受けられると、ちょっと話がずれるんですけど、ホテルもかなり建築新しく建築が始まっていてですね、短期滞在ですね、半導体関係のお仕事で来られた方の滞在拠点、それからインバウンドもかなりまた再加熱しているので、その辺も含めてホテルの方も建築が始まっていたりとかいうような印象があります。さっき戸建てだと新築だと4000万台ぐらいが千歳だとってお話があったと思うんですけど、どうでしょう、マンションですと価格帯ってどんな感じな、まあ、ファミリータイプだとどんな感じですか。回数によってっていうところもあるんですけど、おおむねなところでお話しすると、まあ、大体あの相場でいうと4000万円台ぐらいで比較的手に入るのかなというところですね。はい、まあ、そういった意味では、まあ、戸建てと大きく何千万変わるかというよりかは、まあ、大体総額は同じぐらいのベースのイメージですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。マンションについては千歳はそのような状況なんですけど、やっぱりあの今ボールパークですね北広島ワイスコンフィールドですね、その影響というのがかなり大きくて、今あの北広島駅前にもともと大きなマンションなんとか建っていてですね、非常に景観的にはすごく都会的なイメージだったんですけど、さらにですねとても大きな今マンションが建築されていまして、でそちらもかなり人気が高くてですね、結構説明会とかもやられてるようなんですが、説明会に訪れられる方がかなり多数いらっしゃるということで伺ってます。はい、確か空港からそのエスコンフィールドまでのアクセスも10分15分ぐらいで確かアクセスできるんです。そうですね、 JR の千歳線という路線に乗れば20分あれば広島駅までは来れるので、はい、そのあたりで今大きいマンションが建っているということなので、完全な私もにわかですけど、北海道にもし何か不動産を持つなった時にそのあたりを抑えておけばいいのか、なんか勝手にこう思ってしまっていたところがあって今の現状で言うと間違いないと思います、うん、現状今そこに商業施設が固まっているかというかあると思うんですけど、それだとそこがまた完売して、なおかつそのさっきの戸建ての需要みたいなところも業者さん含めてまだまだ継続していくってなってくると、それこそ行政もここまた開発しようとかでどんどん街が大きくかつ新しくなっていく可能性があるんで、そういった意味ではちょっと本当またこの半年後とかに実はこんなまた新しい企画が出てきてとか、なんかすごい面白いマーケットになりそうな、そんな印象を今抱きました。千歳もですけど、あの北広島も、あと千歳隣接、まあ北広島に隣接する恵庭市ですね、はい、今やっぱり土地を確保するために、まあ、市街化調整区域を、まあ、市街化区域に相手まで要は宅地を増やしてですね、なんとかこう居住される方のフィールドに変えていこうというような動きが、江別市ぐらいまでかな、隣接する4市ぐらいですかね、それぞれがそういう動きに今なってます。それこそもう都内だとそういったもともとの最低敷地面積とか、まあ、都内だと市街化調整区域はほとんどないですけど、ただその最低敷地面積があるせいでなかなか分泌できないみたいな、こうなんとかそこの抜け穴をこう探している業者さんが多い中で、逆に北海道の場合は行政が動くっていうそこの動き見れるっていうのはちょっと今後本当面白いですね。どっちかっていうとそうですね、行政が動かされるという語弊があるんですが、必要に応じて行政が動いているというようなイメージです。ただ買取業者とかそのデベロッパーとかとにかく一生懸命やってるのではなくて、そういったこうバックアップという表現が適切か分からないですけど、法律を作ってる、まあ、都市計画を作ってるその行政のところでそういった動きが見れるっていうのは、はい、我々現場の不動産業者としてももともとあったルールブックを変えてくれてるっていうような感覚なんで、っていうことはこれがまたこうなったらもっと面白いこういうことが起きるんだろうみたいな、やっぱり期待はすごい感じるので、はい、ますますこの数年後もしくは何十年経った時には本当に違う街になってる可能性もゼロではないだろうちょっと様相が変わってるかもしれないです。ということで、すみません、橋本さんありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。はい、もう本当完全な事前準備なしで、もうとにかく戸建てとかマンションとかどんな感じなのって聞こうぐらいのスタンスで飛んじゃったんですけど、行政がそういった動きを取っているであったりとか、あとその戸建ての価格帯のところとかも都内で仲介業務をさせていただいて、私から見ても本当都内の水準とあまり変わらないんだなみたいなところとか、はい、かつそういったあの行政側の動きとかが出てくるってなってくると、まあ、都内のそれこそ都心に近い価格帯とかっていうところ、うん、もしかしたら今後可能性あるんだなと思った時に、なんか本当に面白いマーケットというか、かつそういったところをこう読める担当者さん、それこそ我々だとこういった私のようにこう首都圏のエージェントもいれば、橋本さんのように北海道でエージェントされてるっていうことでこう情報交換しやすかったりとかみたいなところで、こう日本全体的なマーケットから見た北海道どうなんだろうみたいな形でこうアドバイスを橋本さんからもらえるっていうのは、なんかお客さんたちはすごいメリットがありそうな気がするんで、ぜひその動画見て北海道興味ありますとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の URL にお問い合わせフォームがありますので、ご相談ご希望の方は、ね、指名で橋本さんのとこチェックいただいた上でお問い合わせいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。おります、はい、じゃあ最後に橋本さんの方から何かちょこっとお伝えしたいことがあればと思います。
どうでしょうか、はい、お話の中でもたくさん出ていましたけども、箇所が限定されているとはいえ、かなり今北海道はいろんな意味で熱が上がっているエリアだと思いますし、どうしても土地柄ですね、まあ、例えばですね、除雪に莫大な費用をかけていかなければいけないとかっていうところで、まあ、あと気候ですね、気候真冬はやっぱりマイナス20度になるエリアが大半のところで、そういったマイナスイメージもたくさんある中でですね、ただ今半導体だったりとか、まあ、ボールパークもそうですし、まあ、札幌市内の、まあ、そういった開発も含めて非常に前向きな話題も多いので、北海道ってそういう意味ではこれから期待の持てるフィールドにますますですねなってくるかと思うので、もし北海道来られる方がいらっしゃればぜひご相談いただければと思います。ありがとうございます。ということで、じゃあ橋本さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画見ていただいている方で今回動画いいねと思った方はぜひいいねボタンを押していただいたり、チャンネル登録もししていない方がいらっしゃいましたらぜひこの機にしていただけたらと思いますので、引き続きラクダ不動産を皆様よろしくお願いいたします。じゃあすみません、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。